安倍の生命の足跡を訪ねる第4回佐賀墓所編、その意外なお墓とは一体。こんにちは、歴史ジジイです。ちょっと変わった街歩きを紹介しています。今回は安倍の生命の足跡を訪ね歩くということで、嵯峨野を巡ることにしています。嵯峨野には編勝寺という安倍の生命伝説地と嵯峨墓所と2つ伝説地がありますので、編勝寺跡地をスタートして嵯峨墓所を目指したいと思います。では皆さん歩いていきましょう。さて今回歩くのはこのルート、編勝寺跡地をスタートして嵯峨墓所を目指します。特に寄り道しなければ45分ほどのルートですが、途中有名人なども通りますので、そういったところを巡りながら歩くのも楽しいと思います。ではスタートしましょう。というわけで広沢池にやってきました。この池の北西あたりに編勝寺というお寺はあったようです。北西方向に行ってみましょう。編勝寺旧境内と書かれた駒札、説明看板があります。ここから西側にかけての広いエリアが編勝寺の境内だったようです。嵯峨野ののどかな里山風景が広がります。ここに編勝寺はありました。さてある時生命が編勝寺の僧侶を訪ねたところ、若い僧侶たちが生命を試してやろうと、目の前にいるカエルを呪術で殺してほしいという。生命は殺すことは簡単にできるが生き返らせることはできないと拒む。しかし僧侶たちはどうしてもとせがむ。そこで生命は庭の葉っぱを取り呪文を唱え、カエルに向かって投げる。すると葉っぱはカエルの上にかぶさって、カエルはぺしゃんこに潰れてしまう。それを見た僧侶たちは震え上がったと。このエピソードは今昔物語に書かれています。さてその編勝寺ですが、今は移転してこの南側のところにあります。行ってみましょう。編勝寺に到着しました。館長僧侶が創建したと伝えられる由緒ある古刹、早速入ってみましょう。今館長僧侶が創建と言いましたが、館長といえば千葉県の成田山新勝寺を開山したお坊さんとしてあまりにも有名。こんなところで千葉県との縁が出てくるなんて奇遇ですね。境内には源氏物語ゆかりの地という看板もあります。そうここは源氏物語のモデルになったお寺だそうです。油かけ地蔵にやってきました。油をかけてお参りするという強烈なお地蔵様です。他の場所でも油かけ地蔵は見たことがあるんですが、ここが一番強烈ですね。見た目も匂いもインパクトがあります。とにかくお参りしてきましょう。
六王院にやってきました。室町幕府三代将軍足利義満が建てた由緒ある古刹です。では行ってみましょう。ついに到着しました。安倍の生命の佐賀墓所、公式のお墓とされているところです。では早速行きましょう。右側は普通の住宅地、その左側に安倍の生命の公式のお墓佐賀墓所があります。この鳥居の向こう側にお墓が見えています。この後ろの建物はもう違います。この手前の墓石だけ驚くほど小さいですね。ちょっとお参りしてきます。実は安倍の生命の墓所というのはいくつも伝承地があるんですが、生命神社がここが正しいとみなしてこの土地を買って、ここが生命神社管理地となったものですから、ここが公式な墓所とされているわけです。それにしてもあのヒーローのお墓がこんな感じだったとは。皆さんいかがでしたか？安倍の生命のお墓というのが普通の住宅地の中にポツンとあるので驚かれたことと思います。これは裏を返せば安倍の生命というのが民衆の中に根付いていたこと、民衆のヒーローだったということを表しているんじゃないでしょうか。そう、安倍の生命は民衆のそばにいて民衆を助けてくれるヒーローだったからだと思います。これで安倍の生命4部作を終わります。安倍の生命を実像や伝説など様々な面から見てきました。安倍の生命というものの存在がよく分かったんじゃないでしょうか。今日は長時間のご視聴ありがとうございました。歴史じいじの街歩きに興味を持った方はいいねボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ではまた次回お会いしましょう。